生が死んだんでしょ？辛かった？それともそうでもなかった？マイ、どうでもいい話を広げるな。俺はただこいつらが乙骨の代わり足りうるのか。どんな女がタイプだ？ちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです。なんで初対面のあんたと女の趣味を話さないといけないんですか？京都3年東堂葵、自己紹介終わり。早く答えろ、男でもいいぞ。女の趣味がつまらんやつはそいつ自身もつまらん。俺はつまらん男が大嫌いだ。その人に揺るがない人間性があればそれ以上は何も求めません。やっぱりだ、退屈だよ石黒。東堂、あの東堂なのか。去年起きた呪詛師夏藤による未曾有の呪術テロ、京都の夜行に現れた一級呪霊5体、特級呪霊1体を一人で払ったっていう。早い、さっきのが全速だ。女の好みも。くそ、なんてパワー。終わりじゃないぞ。やる気がまるで感じられん。帰るぞ、舞。な、そんな。お、上着あった。高田ちゃんの怖くがな。ついてこい、舞。もう、勝手な人。なんとかばーん。お時間です。スクナが出てこなければただの一回生だ。クビルーの技。くだらん、勝手にやってろ。11時から散歩番組に高田ちゃんがゲスト出演する。これ以上説明いるか。いいかお前ら、じいさんもよく聞け。女の趣味の悪いお前らにはとうの昔に失望してる。ただし次俺に指図してみろ。殺すぞ。もらっていいですか？いいわけねえだろ。仕上がっているな、さすが高田ちゃんだ。先輩ストップ。よし、全員いるな、まとめてかかってこい。お返しだ一年、死ぬ気で守れ。終わりか。マジかお前。人の頭バカすか、殴りやがって。これ以上バカになったらどうすんだよ。心配するな、男の子はバカなくらいがちょうどいいと高田ちゃんが言っていた。どんな女がタイプだ。あ、よくわかんねえけど、強いて言うならケツとタッパのでかい女の子かな。ジェニファー・ローレンスとか。俺高田ちゃんに告る。は？やめとけ、俺お前慰めんの嫌だぞ、めんどくせえもん。ごめんなさい、私好きな人がいるの。好きな人が俺ってパターンは？あるわけねえだろ。ほら、行くぞ。ラーメン、おごってやるよ。どうやら俺たちは親友のようだな。今名前聞いたのに？ちゃんと殺せよ。それは虎杖次第だ。
なんせ俺は親友に手加減するような野暮な男じゃないからな。極めつけはこの凄まじいパワーだが、この時間差でぶつかってくる磁力、これだけは、これだけは違う。マイフレンド、その時間差でぶつかる磁力、それはお前の悪癖だな。そのレベルで満足していると、俺とお前は親友ではなくなってしまう。いいのか。なんて美しく崩してくれるんだ。だがしかし、加速しきる前の拳を額で受けやがった。お前の携帯剣は人間離れした身体能力に、通常遅れることのない速度の呪力が遅れることで生まれるものだな。特急には通じないぞ。どうする親友、手加減はしない。全力で導く。戦士交代だ。さあ、調理を始めようか。ビビるな。その分強度と速度は低い。重い。足場が。油断。ブラザー。あれをかわすか。あれだけの磁力消費。叩くなら今。化け物め。止まるな。俺を信じろ。キャッツの手札を整理しよう。一つの鞠から一二本の攻撃、その後消滅、対空可能時間差に注意か。お花畑、気が緩んでしまうようだが、さっきの負傷で気付きが効いてる。そこまで警戒は必要ない。不測の事態を考慮した上で、 IQ53 万の俺の脳内 CPU が弾き出した結論は、ビクトリー。ブラザー、お前がいるから。あそう、俺の術式は相手と自分の位置を入れ替える、ウミウミ。ちなみに手を叩くのが発動条件だ。手を叩くたびに迫る二択で思考が鈍る。抜け出せない。調子に乗るな。一概スクナの変わっていない。ハラユサ、二人ならここまで手傷を負ったのは生まれて初めてだ。自分以外の者同士でも入れ替え可能なのか。この程度の趣旨弾いてみせるさ。高田ちゃん。でもさ、伏黒くんの種子はちょっと成長してたよね。血液を吸って成長したのかな。でも相手は呪霊だよ。一番可能性が高いのは呪力。次回は全額か。
感謝の意を伝えねばな。俺も強くなる。すぐに追い越すぞ。それでこそブラザーの友達だな。どこへ行く、ブラザー！ブラザーは中学の時からあんな感じだ。俺はお前と同じじゃねえ！捕球、送球、リード、フィールディング、エトセトラ。ブラザーにふさわしいポジションと言えよう。この打席、俺がホームランを打ったら、次回お前がピッチング。ナイスピッチ。ナイピー。ナイピー。マキさん、ナイピー。トード、お前、むちゃくちゃ嫌われてるな。